っと今日は政治について語りたいと思います。まあ政治って言ってもなんかとっつきづらいですよね、日本においては。で、これはもう一重に教育のせいですね。私も、アナーキーっていうロックバンドがあって、政治家なんて俺たちには関係ないけど、今の生活満足してるわけじゃないのさ、とか、そういう歌詞があったんですが、まあ、政治に関して言うと、まあ、三権分立というのがあって、私たちは政治家ではないので、政治家を監視する立場なんですね。つまり、政治を監視するっていう立場。で、それに対して、批判的なことをもちゃんと述べていく必要があるし、まあ、とにかく政治をちゃんと注視していくっていう姿勢ですね。私も若い頃は政治なんてもう関係ねえよとかって思ってたんですが、まあ、某大手企業にこう、行ってる時に、上司の方に、選挙には行けよと、いうことを言われて、ハッとしたことがあるんですね。まあ、政治っていうのは、まあ、民主主義ですから、私たちの一票一票っていうのが、反映されていくわけなんですね。そう考えますと、まあ、特に自分自身の立ち位置として、まあフラットにしていく、しているっていうのが大切だと思います。特に、支持政党を作らないっていうことが大事な視点かと思います。つまり無党派層でいるっていうことですね。で、その時々の政権、まあ、パーティー、政治パーティーについて、きちんとその政策っていうものを見ていくっていう視点っていうのが重要になってくるかと思います。まあ、特に特定の支持政党を作ってしまうと、いろんなしがらみとか、バイアスとか、そういったものがかかってきますので、ちゃんと物を見れなくなっていってしまうんですね。だから、すべての国民は、無党派層であるべきだというのが私の主張ですね。で、その時々の、主張、政権の主張、政権じゃない、政党の、主張であったりというのをきちんと見極めて、支持するなり、意見を言うなり、投票するなりっていう活動をしていっていただきたいなと考えています。